本日は、RDB エンジニアから見たインフラックス DB、時系列 DB ってリレーショナルデータベースとはどう違うの？と題しまして、SRAOSS インク日本支社の近藤が、発表させていただきます。よろしくお願いいたします。今、名前言っちゃったんですけども、改めて早速自己紹介させていただきます。私、SRAOSS インク日本支社に、勤めております、近藤裕太と申します。弊社は、OSS のリレーショナルデータベースの、一つである、PostgreSQL を中心とした、関連サービスを提供しておる、おります会社でして、私自身も、普段の業務として、PostgreSQL の、技術コンサルティングや、技術のサポートなどといった業務を普段は行っております。さて、弊社ですね、最近、PostgreSQL 以外、またひいては、リレーショナルデータベース以外のデータベース技術の需要に、応えられるよう、弊社が新たに技術提供を行うデータベースの検討というものを、最近では行っております。で、その一環としてですね、これまで、業務で、PostgreSQL をメインで扱ってきた私が、時系列データベースで人気のデータベースの一つである、InfluxDB を調査した際に知り得たことを本日紹介したいと思います。本セッションの目的は3点でございます。1点目、時系列 DB データベースと、リレーショナルデータベースとの違いを理解していただくこと。2点目は、インフラックス DB の概要を理解していただくこと。で、3点目は、インフラックス DB の、有利なユースケースを理解していただくこと。この3点となります。これらを意識しながら、この後のスライドを聞いていただけると良いかと思います。さて、本セッションの主な対象者となりますが、本セッションの目的から、メインの対象者は、リレーショナルデータベースの心得があって、インフラックス DB また、時系列データベースについて、これから知っていきたい方が対象となります。本セッションですね、もともと時系列データベースに詳しい方、またはインフラックス DB の詳細な技術情報を知りたい方向けにはなっておりませんので、その点、あらかじめご了承ください。本セッションでは、時系列データベースとは何かというところから解説し、有名な時系列データベースの、一つであるインフラックス DB について触れてみたり、リレーショナルデータベースと比較した特徴を解説したり、最後はインフラックス DB が将来的にどう進化していくのかを解説していきます。それではまず、時系列データベースの概要から説明していきます。まず、時系列データベースの定義から、確認していきたいと思います。時系列データベースとは何なのかというのは、読んで字のごとく、時系列データを扱うデータベースとなるんですが、では、時系列データとは何なのかというところになるんですが、時系列データとは、ある現象において時間が経過するにつれて変化する一連の値を指します。で、この定義に、において例を挙げるのであれば、例えばある場所の気温の変化であったり、ある会社の株価の変化であったり、ある道路の交通量であったり、ある機械の状態を取得するセンサーの値などがあります。様々あるんですけれども、データベースの中の、世界でいうと、どういったデータになるかというと、時系列データベースは、必ず時刻情報が伴っており、時刻情報から紐づいた値が取得できるようなデータ
つまり、時刻情報がプライマリーキーになるような、実装のデータとなっています。ちなみに、この本セッションとの、タイトルと少々矛盾するようなんですけれども、本定義においては、時系列データベースでありながら、リレーショナルデータベースであるといったことはあり得ます。時系列データベースが利用するデータモデルに決まりがないためですね。例えば実際にですね、リレーショナルデータベースである PostgreSQL の拡張機能の一つで、タイムスケール DB というモジュールがあるんですけれども、このモジュールは PostgreSQL 上で時系列データベース相当の機能を実際実現しているというものがあったりします。定義の次はですね、時系列データベースの利用目的について見ていきたいと思います。時系列データベースは、次に示す、要件を示す、要件を満たすために、開発されました。1点目は、時系列に沿ったデータを効率よく、扱っていきたい。2つ目は、秒単位以下で読み書きするパフォーマンスを出したい。3つ目は、リアルタイムにデータを解析したい。これらの要件を、満たすために、時系列データベースというのは使われます。でこれらの需要がよく発生する例として、挙げられるのが、例えば IoT のセンサーデータであったり、金融データの解析などがあります。これらの要件を満たすためにですね、時系列データ、時系列データベースないしは InfluxDB は、汎用的なリレーショナルデータベースとは異なった特徴を持っています。では続いて、時系列データベースの一つである、InfluxDB の解説に移ります。まずは、基本情報から、解説していきたいと思います。InfluxDB は、オープンソースの、データベースで、ありまして、オープンソースで一般的な MIT ライセンスとなっています。ただしですね、クラスタリング機能を利用する際は、商用ライセンスを利用する必要がございます。開発はですね、インフラックスデータという会社がの主導のもと行われておりまして、現在コントリビューターが400名程度の規模になっております。InfluxDB ですね、実装されている、実装に使われている言語は Go 言語になっています。バージョンの 1.0、InfluxDB の 1.0 がリリースされたのが、2016年の9月で、もうすでに4年以上の歴史を持っていることになります。最近まではですね、バージョン1系が主流だったのですが、最近になってバージョンの2が、リリースされました。また、知名度で、の話になるんですけれども、InfluxDB ですね、時系列データベースの中でも、かなり有名な、実装の一つであり、DBEngines.com というサイトの調べによりますと、時系列データベースの中で人気1位を誇るデータベースとなっているとのことです。基本情報は以上となります。ここからですね、一旦簡単に InfluxDB を触ってみようと思います。簡単 InfluxDB 構築と書いてますが、InfluxDB ですね、Linux とか Mac とか Windows とかの OS に普通にインストールして使うことも可能なんですけれども、InfluxDB をもうすぐに使いたいという場合は、仮想環境実行プラットフォームの Docker を使うことでですね、簡単に構築することが可能です。
で、InfluxDB の公式から、もうすでに Docker のイメージというのが用意されているので、まあこのたった1行の、コマンド、Docker コマンドを実行するだけで、InfluxDB、すぐに利用可能になります。まあ、ちなみに私の環境だと、これは CentOS で Docker コマンドを実行しています。まあ、このコマンドの意味はですね、Docker run ほにゃららとあるんですけれども、InfluxDB を、Docker run 起動します。コンテナの名前は InfluxDB にします。で、外にポートを公開するので、中のポート8086を外の、ホストのポート8086と紐付けて、で、デーモンとして起動といったような意味になります。まあ、こんなコマンドですね、Docker run コマンドを打ってあげると、すぐに使えるようになるわけですが、まあ、早速、構築した InfluxDB に接続してみようということで、まあ、Docker コマンド越しにですね、Influx コマンド、インターフェースというのがあるんですが、これを起動することでですね、InfluxDB に接続して、クエリが入力できるような状態になります。ここではですね、SQL に似た、まあ、リレーショナルデータベースでよく使う SQL に似た、InfluxQL という、クエリ言語を用いて、クエリを入力していきます。まずはですね、create database コマンドを使いまして、データベースを作成しています。ここでは mydb という名前で作成しています。で、この後すぐにですね、use 文というのを使ってるんですが、これはですね、ここで、デフォルトでこのデータベースを使っていくよといった、まあ、指定でして、まあ、これを書いておかないとですね、毎回毎回クエリを入力するたびにデータベースを入力しないといけないので、まあ、面倒がないように、ここで MyDB をここから使っていきますよという指定をしています。で、データベースが作成できましたらですね、ここからどんどんデータを入力していきたいなというところなんですけれども、まあ、その前に知っておかなければならないことがあります。まあ、それはですね、InfluxDB っていうのは、まあ、どういったデータ構造のデータを扱っているのかといったところをまず知る必要があります。InfluxDB のデータ構造なんですけれども、データ構造とか用語なんですが、まあ、これは厳密ではないんですけれども、リレーショナルデータベースと、まあ、対応づけることが可能になっています。まあ、例えばですね、これですね、リレーショナルデータベースだと、ロー、行を、まあ、毎回データの単位として、まあ、使ってるかと思うんですけども、InfluxDB の場合はですね、このポイントという名前で、まあ、データの、ポイントという名前のものがデータの単位となっています。で、次にですね、このデータに、付随する属性なんですけれども、この属性、リレーショナルデータベースではですね、基本的にまあこのカラム、列がいろいろあってというところなんですけれども、まあ、InfluxDB の場合はですね、このカラム、列の部分がですね、種類分けされてまして、タイムと、タイムとタグとフィールドというタイプで、列が分かれています。このような3種類の属性をデータが持っているわけなんですけれども、まず順番に言いますと、タイムがですね、これが先ほども言った必ず付随する属性になってまして、これはタイムスタンプの情報が入ります。ちなみにですね、入力の際に、このタイムを目次的に指定しない場合は、データが入力されたタイミングの、時刻情報が入ります。続いてタグですね。タグはですね、
まあ、これは文字列データなんですけども、内部的にはですね、データを効率的に読み取るための、まあ、インデックス用のデータとして、用いられます。で、最後にこのフィールドなんですけれども、このフィールドは、まあ、実際の、なんて言うんでしょう、本質的なデータの値に当たりまして、まあ、実際のデータと言えるような部分になります。で、ちなみにこれはインデックスとしては用いられません。で、一点注意していただきたいのがですね、InfluxDB っていうのは、いわゆるリレーショナルデータベースでよくある、まあ、スキーマを、テーブルを先に作って、まあ、スキーマが、まあ、ちゃんと決まっているものではなくて、InfluxDB の場合っていうのはスキーマレスなので、リレーショナルデータベースの行が、まあ、それぞれ同じ列が、まあ、必ず入っているのとは異なってですね、それぞれのポイントにはですね、同じタグがあったりとか同じフィールドがあるとは限りません。まあ、ポイント同士で確実に存在する属性はですね、このタイム属性のみとなります。さて、最後にデータのグループについてですね、リレーショナルデータベースだと、まあ、テーブルですね、テーブルがこのリレーショ、データのグループを表すわけですけれども、InfluxDB の場合はですね、このメジャメントが、データのグループとなります。で、そうですね、リレーショナルデータベースとやっぱり異なるっていうのがですね、リレーショナルデータベースだと、このあらかじめ、まあ、さっきも言いましたけども、行データを入れる前に、テーブル定義が必要になるわけですけれども、InfluxDB の場合は、まあ、スキーマレスなんで、このポイントデータを入れる前に、メジャーメントの定義っていうのは、必要ありません。ちょっと混乱するところなんですけれども、実はメジャメントっていうのは、実際にはこのポイントに含まれる要素になっています。まあ、今の、まあ、InfluxDB のデータ構造を、まあまあ、話したところでですね、実際にポイントデータを、入力していきたいと思います。まあ、リレーショナルデータベースというところの行データですね。まあ、入れてみたいと思うんですけれども、InfluxDB で用いるクエリ言語の、まあ、InfluxQL というのはですね、SQL と同様にですね、データの入力には、インサート文が使えます。そして、データの参照には、セレクト文が、利用できます。まあ、ここでの例ではですね、インサート文を使って、CPU メジャーメントに対してデータを入れる、ホストタグにはサーバー A という値を入れる、リージョンタグには Japan という値を入れる、バリューフィールドには 0.64 という値を入れるといった、まあ、こういったデータを、入れようとしています。で、このデータをインサート文を実行することで入力したら、データを参照してみます。まあ、先ほども申しました通り、メジャメントと、テーブルが、まあ、対応している通りですね、InfluxQL の、セレクト文でもですね、セレクトホニャララフロムで、まあ、メジャメントをここに入れるわけですけれども、このセレクト文によって、今入れた CPU メジャメントの中の、まあ、データを見ることができます。そうだ、言い忘れましたけれども、まあ、いきなりインサートをしてましたけれども、まあ、これは先ほど申しました通りですね、メジャメントとかですね、タグキー、タグだとか、フィールドだとかの定義は、事前には必要なく、いきなりインサートで始めることができています。それでですね、
まあ、こんなふうにですね、InfluxDB で、データを入力してデータを参照といった、まあ、簡単なところをちょっと見てみました。で、続いてはですね、軽く触ってみた後はですね、リレーショナルデータベースと比較した InfluxQL の特徴なんていうのを、この後話していきたいと思います。まずですね、クラッドというところなんですけれども、まあ、リレーショナルデータベースは、まあ、データベース操作のうち、まあ、クラッドというのはあるんですけども、要はデータの作成、クリエイト、データの参照、リード、データの更新、アップデート、データの削除、デリート。まあ、これ、においてですね、リレーショナルデータベースっていうのは、まあ、汎用的なパフォーマンスを発揮するんですけれども、まあ、InfluxDB の場合どうなってるかというところなんですが、そもそもですね、時系列データベース、失礼。時系列データというのがですね、そもそもがある時点で起きた事実を残しておくといった点でですね、まあ、一般的に新しくデータが、書き込まれた後ですね、で、そのデータを更新することっていうのがそもそも稀なんですね。で、まあ、そういった時系列データの特性から、InfluxDB の設計がどうなってるかというとですね、データの更新と削除を、意図的に制限しています。で、その逆に、データの作成、データの読み取りの方を優先して、まあ、パフォーマンスを上げるような設計になっています。で、まあ、このデータの更新削除が、実際どういうふうに制限されているのかっていうところをちょっと、詳しく見ていきたいと思います。まずは、データの更新についてなんですけれども、まあ、データの更新っていうのはそもそもInfluxDB でそれ自体は可能であるんですけれども、一部操作が制限されています。まあ、例えばですね、まあ、先ほど SQL に似た InfluxQL というのを使っていたんですが、その InfluxQL にはですね、アップデート文っていうのが用意されていません。で、まあ、じゃあどうやって更新するのかっていうと、既存のポイントとですね、同一のタイムスタンプとタグを持ったデータを、まあ、インサートすることで、まあ、更新されるような、仕組みになっています。で、そうですね、スライドの例で示しているのですと、例えば、まあ、今どういう値が入ってるかっていうと、タイムとホストとリージョンの値がこれで、まあ、バリューが 0.64 で、このバリューを変えたい、0.64 から 0.75 にしたいようなときは、改めてインサートをするわけですね。で、同じ、メジャメントも同じですね。メジャメントも同じ、ホストも同じ、リージョンタグも、同じ、タイムも同じものを指定して、で、バリューに新たな値をこれ入れてあげるとですね、ちゃんと更新がなされるというふうには、なっています。またですね、アップデート文がない以外だとね、その前にそうですね、アップデート文がないこと以外だと、あと制限としては、タイムスタンプとか、タグの更新自体はできないようになっています。で、もう一つデータの削除についてなんですけれども、はい。こちらもデータの削除、それ自体は可能となっています。しかし、やはり操作が制限されておりまして、こちらはですね、SQL と同様に、InfluxQL では、デリート文用意されているんですけれども、まあ、制限としましては、補訳にですね、フィールドの値が指定できないようになっています。まあ、スライドの例ですと、バリューフィールドの値をですね、今こういったデータが入っているんですけども、
まあ、バリューの 0.7 をこのデータを消したいなっていうときに、まあ、delete from measurement where value イコール 0.75 みたいな指定をすると、まあ、これ怒られちゃうわけですね。fields not supported in where clause during deletion と、まあ、delete 文では、まあ、フィールドの値の指定は、まあ、サポートしてないよと言われちゃうので、もしこのデータを消したい場合は、まあ、例えば、あの、ホストタグのこのサーバー A という値を指定して、まあ、デリートにかけてやることで、まあ、削除もできるといったようになっています。でですね、まあ、そもそもですね、InfluxDB においてデータの削除っていうのは、まあ、特定のポイントを指定するデリート文で行うっていうこと以外にですね、データの保持期間を設定して、まあ、これをリテンションポリシーというんですけれども、その保持期間を過ぎたら、その範囲を一括で削除するという運用にするのが、まあ、一般的であると言います。まあ、このリテンションポリシーについては、また後で話させていただきます。続きましてですね、クエリ言語についてです。InfluxDB の特徴として、まあ、リレーショナルデータベース、まあ、これも先ほど申しました通り、SQL を、まあ、普段リレーショナルデータベースを使う方は、使っていらっしゃると思うんですけども、InfluxDB の場合ですね、独自のクエリ言語を持っています。一つは先ほど使用した SQL に似せている InfluxQL。まあ、InfluxQL はですね、まあ、やはり、セレクト文、インサート文、デリート文など、まあ、もろもろ SQL にの構文に似たものなので、まあ、そもそも SQL に慣れた方は、まあ、こちらを使う方が、まあ、自然に使えるかなというところですね。で、もう一つの方はですね、Flux というクエリ言語、これも InfluxDB で用意されているものでして、Flux はですね、まあ、先ほどの構文とはかなり変わりまして、まあ、関数言語ですね、のように、まあ、記述されます。で、InfluxQL と比べるとですね、まあ、やっぱりSQL っぽくないということでですね、ちょっと使いにくくて慣れないかもしれないんですけども、まあ、InfluxQL にない機能的なメリットが実は Flux の方はございまして、例えばですね、InfluxQL はですね、ここには書いてないか、タイムをですね、対象とした相当ができないんですけれども、まあ、Flux の場合はですね、タグを、そうですね、タグを用いて相当をするといったことがサポートされていたりです。でしたり、あとですね、InfluxQL 実はジョインが使えないんですけれども、Flux の方では、ジョイン結合操作のサポートをしていたりします。まあ、こんな、InfluxDB はですね、独自のクエリ言語を2つサポートしています。で、続きまして、InfluxDB の特徴、トランザクションについてですね、InfluxDB ですと、実は、リレーショナルデータベースには、まあ、当然存在するトランザクション機能が、実はありません。まあ、トランザクションがないということはですね、リレーショナルデータベースのデータ操作で保証されるべき、まあ、アシッド特性というのがありますね。まあ、原始性、一貫性、独立性、耐久性など、まあこの4つの特性のうちですね、まあ、このうち ACI が、保証されません。まあ、InfluxDB では保証されません。ちなみに D、まあ、耐久性につきましては、InfluxDB のワル機能がありますので、それで、保証されている面はあります。まあ、これで、これはどういうことかというと、まあ、そもそもトランザクションって結構、まあ、オーバーヘッドが大きいと、まあ、同時接続による同時の、まあ、実行に
対して結構あのオーバーヘッドが生じるものでありますので、まあ、それを避けることで、パフォーマンスの向上を目指した、設計になっています。まあ、もちろんこれを翻って言いますと、このアシッド特性が保証されることが前提のユースケースでは利用できない。グラックス DB はそういったユースケースでは利用できないといったものになっています。インフラックス DB の特徴を続きまして、データ管理の機能についてです。時系列データベースはですね、まあ、短時間に大量のデータが保存されるといった特性、からですね、データ容量の、まあ、節約に関する、データ管理の機能が、あります。で、まあ、インフラックス DB の場合ですと、まあ、スライドに示されるような、例えば、データ圧縮。データ圧縮はですね、これがそもそもデフォルトでずっと動作、リアルタイムで動作しているものでありまして、まあ、内部で常に行われているものです。で、続いて、データの古くなった生データの定期削除ですね。あとは、生データの要約、まあ、サマライズなんていう機能もあるんですが、この下の2つについてはもうちょっとあの詳しく下で見ていきたい、次のスライドから見ていきたいと思います。まずはですね、リテンションポリ、失礼、データの定期削除をどうやって行うかなんですが、データの定期削除を実現する仕組みとして、先ほども少し触れましたリテンションポリシーというものがございます。リテンションポリシーというのはですね、そもそも、データの保持、データを保持する期間を設定するもので、データベース内にそのポリシーを作成することになります。でこのリテンションポリシーはですね、とメジャーメントの関係なんですが、メジャーメントは、必ず、いずれかのリテンションポリシーに、属することになります。まあ、先ほどですね、実施したとき、インサート分でですね、まあ、CPU メジャーメントっていうのを、の挿入してたわけですけども、そのときはリテンションポリシーを指定しておりませんでした。リテンションポリシーを指定しないとですね、デフォルトでは、保持期間が、データの保持期間が、無限で設定されたオートジェンという名前のポリシーに、まあ、デフォルトで所属することになります。まあ、スライドのこの例ですと、まあ、クリエイトリテンションポリシーの文を用いて、まあ、どういった、設定かというと、まあ、12時間分データを保持するようなポリシーを、作成しています。まずこの12時間分といったところはこの、クリエイトリテンションポリシーのデュレーション空で、設定しています。で12時間保持するわけなんですが、このデータ保持するデータっていうのは分割可能でして、どう分割するかについてはこのシャードデュプリケーション区で、指定しています。ここでは1時間単位で、データを分割するという指定になるんですが、この指定した時間ごとに、定期的な削除が行われることになります。デュレーション12時間分のデータを保持する設定で、シャードデュプリケーション、1時間ごとに1時間分削除するといった指定になっています。で、まあ、おまけなんですけども、このクリエイトリテンションポリシー文っていうのは、レプリケーション区っていうのが必須になっているんですが、まあ、レプリケーション区っていうのは、このクラスタ環境でコピーを保存する数っていうのを指定するんですが、まあ、今回はシングル環境なんで、レプリケーション1と単位、しています。で、リテンションポリシーをここでまあ作成したわけですけども、これ作成した後ですね、インサート分でですね、この、まあ、さっきメジャメント、インサートメジャメント書いてたと思うんですけども、
その前にですね、into リテンションポリシー、これを入れてあげることで、この特定の今作ったポリシー1といった、リテンションポリシーに属し、メジャーメント1を属させて管理するといったような設定ができることになります。またですね、クリエイトデータベースを用いて、まあ、データベースを作成したときにもですね、実はその、もともとオートジェンがデフォルトなんですけども、オートジェンじゃない、ポリシーを、デフォルトでこのデータベースでは使ってくれといったような指定も可能になります。あとそうですね、スライドには書いてないですけれども、データベースを作成した後にも、データベースのデフォルトのポリシーを、変更することも可能になっています。さて、データ定期削除の、まあ、実現のに続いてはですね、データのサマライズについてです。InfluxDB というのはですね、コンティニアスクエリというのは定期的にクエリを実行して、いるんですね、という仕組みがあります。なんで、ですが、まあ、ここでのクエリっていうのはですね、既存のデータを参照して、でそのデータを計算して他の場所に格納するといったクエリなんですけれども、このコンティニアスクエリを使うことでですね、データ量を減らすために、まあ、データをサマライズしてデータ量を減らすといった目的に利用されます。コンティニアスクエリ、まあ、下に書いてあるようなのが、まあ、一つの例なんですけども、クリエイトコンティニアスクエリ文というのがあるんですが、まあ、その中でどういったクエリを実行するか書いています。でですね、この場合はですね、CPU メジャメントのバリューフィールドの値について、30分間の平均をとって、まあ、その値をアベレージ CPU メジャメントに格納するといったコンティニアスクエリになっているんですが、このコンティニアスクエリがどの、タイミングで実行されるかっていうと、まあ、実はこのグループバイタイム区に入っているこの値がそのまま利用されます。なので30分間の平均を残すクエリは30分ごとに実行されることになります。まあ、こういったコンティニアスクエリ、そしてさっき話したリテンションポリシーを組み合わせることでですね、サイズの大きいデータを、まあ、短い間保存することにして、で、その生データをサマライズしてサイズが小さくなったデータ、これは長い期間保存するといったことが、このコンティニアスクエリとリテンションポリシーの組み合わせで可能になります。といったところで、またインフラックスDBの特徴に戻りまして、データの可視化について、ね、話していきたいと思います。時系列データの特徴としてですね、一般的にデータの、まあ、リアルタイムの可視化っていうのが求められます。インフラックスDB の、データの可視化に利用するツールとしましては、ここに示したクロノグラフとグラファナーというものがございます。まあ、ここでは機能の差異については特に触れないんですが、まあ、大体機能っていうのは共通なところがあるんで、まあ、慣れてきたら、システムに求められる要件に沿って使い分けるようにしてみてください。で、この後、クロノグラフについて少し詳しくやってみます。ここでもちょっと簡単に構築と、まあ、クロノグラフを簡単に構築してみたいと思います。実はクロノグラフですね、InfluxDB と同様にですね、公式の Docker イメージが、ございまして、簡単に InfluxDB と連携して構築することが可能になっています。まあ、Docker の、まあ、ネットワークを作成する、InfluxDB のコンテナを起動する、クロノグラフのコンテナを起動するといった Docker コマンドを実行することで、もう簡単に、ウェブブラウザでこうアクセスすると、クロノグラフが、まあ、動作している様子が、見ることができると。で、まあ、ちょっと2、3接続設定はあるんですけども、まあ、この通りですね、
あ、まだこの通りじゃないですね。この後に接続設定をして、で、データを入力していきます。データをね、まあ、入力するには、まあ、先ほど見せたインサート文を使って、まあ、簡単なデータを入れてみます。そうするとですね、クロノグラフは、このエクスプローラー画面というのがあるんですけれども、データベースとか、まあ、タグ、フィールドなどをフィルタリングすると、この通り簡単にグラフが、出て、まあ、データの可視化ができるというようになっています。まあ結構簡単なんで皆さんよろしければ試してみてください。でですね、特徴に戻りまして時系列データの解析について、お話ししたいと思います。まあですね、InfluxDB はやはりですね、汎用時系列データを扱うということで、まあ汎用的な数学関数の他にですね、時系列データ解析用の関数っていうのが、いろいろ用意されています。まあ、ここでは一例示していますが、累積合計だとかヒストグラム、各種移動平均、パーセンタイル、サンプル抽出、時空間データ用の計算関数などがございます。まあ、これでですね、いろいろデータ、時系列データを解析することができるんですけども、まあ、簡単な例をこの後2つほど見ていきたいと思います。まずは累積合計ですね。せっかくなんでクロノグラフ使ってます。累積合計っていうのはですね、まあ、あるタイミングにおいて、まあ、過去のデータを合計したものでとなりまして、これは、なんて読むか忘れちゃったんですけど、この関数を使うことで、累積合計を計算することができます。ここでは、すごい簡単にですね、生データは1、5、3というデータを入れたんですが、この累積合計を計算するとですね、1は1のみ。次が6は1たす5で6。で、3つ目は1たす5たす3で9といったいうふうに、ですね、クロノグラフで言うとですね、水色のグラフが、累積合計に当たるんですけれども、まあ、紫のグラフの値分だけどんどん増えていってるというのが分かるかと思います。で、次に移動平均なんですが、移動平均というのは あるタイミングからいくつかの過去のデータを平均したもので、これはムービングアベレージ関数という、もので計算します。スライドの例では1、10、5、1、20、18というデータがあるんですが、まあ、これらの過去5個分のデータを計算して、平均して、まあ、7.4、過去5個分のデータを、合計して、平均して 10.8 みたいな。これが、まあ、グラフで見るとですね、まあ、この生のデータを鳴らしたような水色のグラフが見て取れるかと思います。はい、といったところで、InfluxDB の特徴を見てきましたが、ここで、まとめとします。InfluxDB っていうのはですね、汎用的に用いられるリレーショナルデータベースに対して、時系列データベースデータを用いるユースケースに特化することで強力なパフォーマンスと利便性を発揮するデータベースであると言えます。まあ冒頭で定めた本セッションの主な対象者の方ですね、つまり、リレーショナルデータベースに慣れた方へのメッセージとしましては、InfluxDB ないしは、時系列データベースというのは、一般的なリレーショナルデータベースの常識が結構通じないところが多いので、まあ、InfluxDB を使用する際、まあ、他の時系列データベースでもそうなんですけども、システムの利用目的の理解と、あとは、まあ、その利用する時系列データベース、まあ、この場合は InfluxDB の十分な学習が必須であるといったことを覚えておいて、ください。さて、最後に InfluxDB の今後のリリースについて、お話しして本セッションを締めさせていただきます。
実はもう、リリースされているんですけれども、去年の11月10日にですね、InfluxDB2.0 は一般公開されました。まあ、主な違いとしましては、クイ言語が InfluxQL から Flux がメインになっていることですね。バージョン2系だと、ちょっと InfluxQL の書き込みクエリがサポートされなくなっています。で、2からまた大きく変わったことの一つとして、データ解析とか可視化構成なんていうのをテンプレートとして作成可能になりました。まあ、テンプレートはですね、さまざまなユースケースにおける構成を共通化することで、セットアップの時間の短縮化に役立てることができます。まあ、これはすでに、公式サイトのテンプレートギャラリーにて、多くのテンプレートが、公開されています。まあ、このような 2.0 なんですけども、1.0 からのデータ移行は容易なものとなっています。で、最後にですね、InfluxDB さらなる進化を目指しておりまして、InfluxDB IOX という開発が、開始されています。でこの InfluxDB IOX は InfluxDB の将来のコアエンジンになります。まあ、新しいコアエンジンを開発する目的っていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、一つ、理由の一つとしては InfluxDB、タグ値の種類が多くなるとパフォーマンスが劣化するといった、弱点が実はあったりするんですけれども、IOX ではそれを解消することを目指しています。またですね、クエリ言語を純粋な SQL をサポートする予定となっています。リリースは2021年後半予定で、既存の InfluxDB の広報互換性は保たれる予定となっています。まあ、まだまだ InfluxDB の進化には、期待できると思われます。ここまでで、駆け足となりましたが、本セッションは以上となります。本セッションは、本セッションが、今後皆さんが InfluxDB を用いたシステムを提案、開発するための、まあ、第一歩となれれば幸いだと思っております。本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうしよう。スライドの質問の方がですね、ちょくちょく来てるんですけれども。少しだけやりましょうか。はい。はい、じゃあ出します。スケーラビリティの話がちらっと2つほどあります、ね。ああ、なるほど。そうですね。スケーラビリティはちょっと申し訳ないんですが、ちょっと調べきれてない点も多くてですね。まあ、基本的にクラスターを利用することでパフォーマンスのスケーラビリティはあると、まあ、言われてますね。で、まあ、具体的には何てあります、まあ、クラスタリングの契約は必要ですね。うん、まあ、商用ライセンスを使う必要があります。で、担当単体運用の場合は、そうですね。まあ、具体的なパフォーマンスをちょっと上げられるわけではないんですが、そうですね。まあ、リレーショナルデータベースに比べて、まあ、本当に要件とか環境によっては、数倍、数十倍のパフォーマンスを出すこともありますね。はい、キュミュレイティブですね。ありがとうございます。累積合計。はい。あとは、何でしたっけ、複数センサーの値を、センサーをタグ、はあはあはあ。これは、そうですね、おそらくは、InfluxDB のサンプルとか見てると、まあ、センサーの、まあ、名前とかは、タグで、書かれてることが多いと思います。ただ、やっぱり、タグは、まあ、インデックスに用いられたりとか、あとフィールドはなんか不訳で、かけられなかったりとか、まあ、その辺があるんで、まあ、用途によって使い分けてくださいということになりますね。小数が9桁。そうですね、ナノセカンドまで、ナノセカンドで管理してますね。RTFM なのでしょうが、RTFM って何でしたっけ？リードザファッキンマニュアルです。あ
ググレってやつですね、要は。バニューは、いや、スカラのみではないです。確か別にスカラのみではなかったような気がします。すみません、ちょっと、ググってください。あそこへ戻りますね。はい、OK です。はい、ありがとうございました。じゃあ、押すと終わりにしてください。あ、あ、ごめんなさい。2人とも近藤さんなので、はい、タカさん終わりに、ま。私じゃないですね。あ、あの、カブさんにはもう、あの、共同ホスト渡してます。いや、あの、講師の人に終了ですって。はい。じゃあ、あの、どうもありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様です。じゃあこれで、失礼いたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。